グロービス学び放題。最近よくいろんなところでダイバーシティとかダイバーシティマネジメントとかいう言葉聞くようになってきましたよね。皆さんは賛成ですか、それとも反対ですか？賛成の方は本当にそうですか？反対の方はなぜなんでしょう？今こう聞かれて言葉に詰まった方結構いるんじゃないでしょうか。その理由がちゃんと分かってないと総論賛成、各論反対、つまり一般論として話すときはダイバーシティいいよねというスタンスですが、実際に自分の部下や組織のことになったときにダイバーシティになって困るよという非常に残念な状態になってしまいます。この動画でダイバーシティを学べば、あなた自身もあなたの組織も次の次元に進化できます。ぜひ一緒に学びましょう。